わからん、あそうなのあ、今大丈夫ですか、ツーキャス、うん、オッケー、えーなんかあります？いろいろあるけど、うん、あの言えないこと。得意だな。ラジオでは言えないな。ラジオでは言えない。はい、久しぶりです。テーマだけでもやる。テーマ決める？はい、何のですか？最初の。最初のは。最初のはまあ雑、うん。じゃあラバール30、うん。何にしましょうか？タイミング。あ、いいね。いろいろ。タイミング。タイミングが一番大事だと思っている。そう、タイミングが。タイミング、うん。タイミング難しいよね。難しいね。うん、いや、久しぶりだわ。久しぶりだ。最初エドシーランに行ってもらってもいいですか？オッケーです、ね、はい、あのブルーノマーズがまだ探せきれてなくて、あ、本当ですか、うん、分かりました、まあ、あると思うんで、ブルーノマーズは、はい、行きますね。水曜日午後1時セブンブリッジ始まりました。お相手はあゆちゃま姉さん、山内さんがお送りいたします。この番組は宜野湾市普天間デーゴ通りにあるセレクトショップで、セレクトショップも、まあ、久しぶりだから下が回らんぞ。セレクトショップセブンブリッジでつながった仲良しメンバーがグッドアフタヌーンなお時間を1時間生放送でお届けします。そして、お昼からノンアルコールで乾杯フリートークのコーナー、平均年齢30歳で恋愛について語るラブ R30 のコーナーがあります。本日はタイミングについて語りたいと思います。メッセージの宛先は、メール797@fmginowan.com。797@fmginowan.com です。件名に番組名のセブンブリッジ、あなたのラジオネームをお忘れなく。また動画配信アプリ、ツイキャス、ユーストリームからもお楽しみいただけます。皆様のご参加お待ちしております。セブンブリッジ、この番組は、宜野湾市普天間ヒルズ通りにあるセレクトショップセブンブリッジ、北谷町美浜スポーツストレッチングスペシャリティ 3S 沖縄店、総合建設業株式会社上新組の提供でお送りいたします。はい、久しぶり。さあ、久しぶりやってまいりましたね。本当ですね。まあこの 年末からお休みさせていただいて、そうですね、からの、うん、今日なので約1ヶ月、しかも、はい、年明け一発目、はい、ということで。そうなんですよ、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。もう遅いですけどね、アルファユンギさん来てますよ、コメント。ありがとうございます。今年入ってから番組聞けてないどころか、うん、番組休み多く感じたから、はい、てっきり打ち切られたかと思って心配してました。失礼いたしました。もうこうやって楽しみにしてくれてる方もいたのにね。本当ですね。本当に休みいっぱいいただいて、いえいえ、はい、より女になりました。どういうことですか？わからない。意味深ですね。今ただに、ただ言っただけ。ただ言っただけ。いろいろあってね、プライベートでもね。ね、いろいろ、はい、あったみたいな。あったみたいですけど、ラジオでは話せない。秘密中、秘密中のやつです。じゃあ言わんけばいい、ね。もったいぶってからね。もったいぶってからね。本当に何もないんですけどね。はい。まあまあ、山内さんも。いろいろ話していきましょうね。うん、僕はね、本当に何もないっす。何もない。ここでは割とぶっちゃけるじゃないですか、うん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 、この番組だけなんですよ僕、何出してるの、ちゃんと出してる、ちゃんと出してる、あ、て本当はお堅い感じ、そうっすよ、あどっちが本当なの、どっちも、どっちも、あ、どっちも中間ぐらい、あ、中間ぐらいでバランス取ってるっていう、バランス取ってるんですけど、あれです、本当に、年末ぐらいかな、うん、あ、違うかな、11月とかぐらいで、はいはい、うん、いろんな活動が終わりましたね。いろんな活動まさか男を辞めたわけじゃないですよね。男は引き続き、あ、引き続き大丈夫、バリバリですバリバリ、ただ、うん、そのいろんな活動あるでしょ、いろんな活動、うん、待って、いっぱいあるけど、活動はもう私だったら、うん、もう夜の活動しか思い出せないわけ
違うよね。夜の活動は全然です。あ、でで、それは男につながるからね。そうそうそう。ほほほ。こうなんていうの、うん、ツンツンするじゃないですか。うん、あ、なんていうの、ちょっかい。ちょっかいね。うん、ああ、はいはいはい、そういうことね。そうそう、全く持ってないので。うんうんうん。やめた。やめたっていうかね、なんかね、うん、だからそれ後で話し。後でね、うん、またあの恋愛のコーナーもありますからね。そうですね。そちらでちょっと、はい、話したいと思います。ぜひぜひ話しましょう。はい、じゃあメール、じゃあその前に。うん、大塚健二さん、あ、はい、山内氏まだ声厳しそうですね、あゆみ先生に移さないでくださいって。まあこれ FM 小座のあゆみ先生だからね。これ今は関係ないよね。あゆみ先生はこっちにいないでしょ。こっちにいないです ね。夜しか行動しないから、あゆみ先生は。ですよね、びっくりしますね、うん、なんか。たまに連れてきたいですね。あ、いいですね、お昼にね。お昼にね。あゆみ先生いいっすね。あゆみ先生ね、たまに本当にやりましょうか、うん、たまにね。なんかほら最近姉さんの変なキャラもいるさ。あ、そうだね、スケベーさんね。スケベーさん。今日はね、姉さんお休みということでね。そうそう、残念なんですけど。残念なんですけど、また来週。スケベーさんはまあね、お休みということ。 お休みということですので。あれ意外と面白かったんだよね。面白いですよね。そうそう、まだこれからも出していくと思うので。だから最初聞いた時は大丈夫かなと思ったんですよ。うんうん、そしたら、ま、キャラが定まってなかったからね、まだね。そしたらやっぱりね、面白かったなということで、うん、はい、これからも出ると思いますの で、 そうですね、お楽しみに。はい、はい、アルファウィングさん、まあ、あゆが出る小さな番組が残ってるからさほど気にしてませんでしたが、うち的に水曜は基本的に休みなので、休日の休み、あ、楽しみがなくなったら寂しいと思ってました。あら、まだやめてませんよ。そうですよ、これから頑張っていきますよ。これから頑張っていきますよね。はい、あがいたに。はい、あがいたに。じゃあ曲いきますか。いきましょうか。はい、はい、エド・シーランで、うん、オブ・ザ・スター、オール・オブ・ザ・スター。そうです。どうぞ。大丈夫ですか？声もやばかったんですよ。声も、うん、ただのインフル。何型です？ A 型。 A 型、うん、熱、もう高熱、高熱出て、うん、日曜日、あ、違う、もう病院行ったらすぐなって、タミフルで。ああ、ほうほうほう。で、熱が下がって2日間は休めって言われてるわけ、うん、はい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 。で、月火休んで、うん、OK、 OK、うん、あ、じゃあ3日で治った感じ。そうだね。すごい。でも今こんなってよ。タミフルすごいからね。そうそう、すごいすごい、本当に。なんかインフルってでも熱出てすぐ行ったら検査結果出ないんですよね。そうそうそう。なんか1、2時間あるみたいな。だから土曜日に出て、日曜日に行って、うん、はいはいはい、そしたらもうすぐ薬もらって、ね、その夜にはね、もう平熱になって。治ってたんだ。でも菌は残ってますからね。そうそう、だから2日間は。2日間はダメなんだ。そう。やめてるし。カウントオンミーです。オンが入ってなかった。カウントミーなってた。大塚健二さん、あは、すいません、山内氏、いろいろ女性を生産したいということですかね。大人は大変ですね。ということです。僕が生産したかったわけじゃないんですよ。もう勝手に生産された。あ、されたんですね。そうそう、もうこれはじゃあ売られたんか。なんかね、売られたとか全くうまくいかなくて、うん、全くうまくいかない。ちゃんと話しようか。オッケー、まさにタイミングなのかなって気がする。タイミングだよ、本当にタイミング、うん、タイミングも自分次第ですからね。いつ行ったらいいか、あ、まあ、周りの意見も大切だと思うし、タイミング。あとさ、うん、こうすれ違うよね、タイミングがあれだと。あっちのタイミングとね、こっちのタイミングが違かったらね。うん、そう、うん、だからもう年末年始で結局もうそれで、うん、あ、なんかちょっと面倒いなっていうので年末年始になった感じ。この、ま、諦めるタイミングとかね。でも次の恋
じゃしないと。最近なんか俺早いわけ、その諦めるのも。ああ、諦めるっていうかもう、はい、じゃあはい、次みたいな、はい、次みたいな、次までは行ったけど、もうどうしようもないな。ああ、そうか、諦める、うん、諦めも大切だね。なんていうかな、あー後でね。大塚健二さんが恋してると夢中だから風邪ひかないですよって。そうなんですよね。そうなんですか。逆に風邪ひいてるのわからないとか、うん、そっちに夢中になっちゃって。そうそうそう、うん、アラガマサイガーさん、山地さんインフルだったの。じゃあインフルでした。紹介します。オールオブザスター、はい、いきますよ。お届けした曲はエド・シーランで All of the Star でした。シアーザー、じゃあ近況。まあ近況なんかあります？仕事とかね。近況、OK、まあ、たわいもない、たわいもない話しましょうか。たわいもない話、お正月話とか。OK です。今年の目標とかあれ。今年の目標、あ、一応、うん、ありますよ。じゃあ両方聞こうか、仕事とプライベート、うん、プライベート、プライ…いやだからてん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 。じゃあまあまあ、はっきりしてもプライベートと仕事ね、うん、うん、あ、まあでも大丈夫ですよ、うん、全然。あ、何でデジなんだな。え、デジ、デジ、何のデジですか。恋多すぎ、多すぎ、多すぎ、そう、悩める子たち。本当マスターだよな、マスター。でも、うん、マスターの割には、うん、何してるの私こういうこマスター、マスターってうまくいってる人のこと言うんでしょ、多分バッチ位置とかつかないよね。そうかな。いやいやいや、あ、アイコンタクトは見、アイコンタクトだよね。あ、アイコンタクト、そうそう、あ、さっきの、うん、そういう細かいのも見えてるんだ。はいよね、一応女優さん、あ、モデルさん、はい、ですから、モデルもうしてたけどね。はい、行きますよ。昼からチアーズ。はい、始まりました。昼からチアーズのコーナーです。午後も元気出してテンション上げていこうということで、お昼からノンアルコールで乾杯しながら世間話、心境報告などを楽しくお話しするフリートークのコーナーです。はい。はい。まあ、本当に ね、1ヶ月ぶりのラジオ放送ということで、セブンビリッジ。一発目。うん、一発目。まあ、フリートークのコーナー、何を話ししようかなということなんですけど、うん。まあ、クリスマスとかもありましたね。あ、どうですか、クリスマスは。クリスマス。どう過ごしたんですか。どう過ごしたかな、覚えてない。男とどう過ごしたんですか。男と、聞くね。ストレートに聞くね。いやいや、あれでしたよ。はい。土日、金土で重なってたさね。そう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 、今回ね。まあ、お正月もそうだったんだけど、うん、お仕事三昧でしたよ。あら、お店の、はい、私バーも経営させていただいてるんですけど、うんうん、このお客さんと一緒に、うん、独身さんの、あら、男性のお客さんとかと一緒に、うん、コスプレして、あら、いいですね、サンタ、はい、サンタして、おおお、はい、盛り上がりました。いいですね、はい。ちょっとエッチなサンタさんですか。ちょっとエッチな サンタさんね。全然谷間のないサンタさんみたいなね。あれ、残念。あ、そうなんですね、うん、そっか。でも日曜日は、まあ、25日だったんだけど、うん、何してたんだろう。
男と一緒ではないですよ。ああそんなデートチックなことはしてないと。デートチックなことしてないね。うん、あれですか、今までクリスマスとかはやっぱりそういった特別な感じで過ごしたんですか。特別な感じにしてほしい、うん、あ姫だもんね、うん、姫だからあゆ姫様だからいや普通でしょ女性だったら。そうなんですか、うん、まあ、確かにファミリーとか、うん、この旦那さんとかね、うん、恋人カップルで2つに日にち24日と25日あるじゃないですか。はいはいはい、まあ、どっちかどっちか、1個はデートにして1日はデートにしてあともう1つはファミリーで過ごすみたいな、うん、はいはいはい、ことをちゃんとやってくれる人がいい。ああなるほどね分けてくれる人がいいなみたいなね。いいですね。 そういうのなかったですけどねそういうのなかったんですか。そうなかったんですけどね、今年はね、今年はね、うん、だからまあさっき話そうとしてたじゃないですか、うん、目標、今年の目標ね、目標、そうそう、そう今年の目標ね、うんうん、どうなんですかどうなんですか。じゃあまず仕事面から言いましょうか。仕事面、はい、あゆさんの、うん、今年の目標、仕事面、仕事面、うん、仕事面はまああれだったんですよ、去年はですね、まあ、このお店をまだオープンさせて1年ぐらい、1年の年だったんですね、はいはいはい、1周年の年だったので、うん、まあ、この仕事に没頭してたってこのここをね、うん、だったので、うん、ちょっとタレント業とかモデル業はなんかできる時に自分で入れるとか営業活動とかもそんな しなかったんですね、うんうん、なので今年ちょっとまあそういう営業も兼ねながら仕事も専念していけたらなみたいな。ああもうガンガン、どっちもどっちもどっちも両立。ああいいですね、うん、ちょっと落ち着いてきたのでバーの方もね、はい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 、ちょっとリズムとか出てきてるじゃないですか、自分の生活のリズムはね、それもできたので。バーもねお客さんも結構、はい、いつもいっぱいみたいな雰囲気ですもんね。ちょっとはい、もう愛されて、すごいよね、愛されて頑張って来れてるので、うん、ちょっとうん、どっちも頑張りたいなっていう感じ。素晴らしい、思ってますよ。素晴らしいですね、うん、アルファイングさんコメント、ありがとうございます。去年のクリスマス、うん、うちはアイスケーキ配達でしたよ。あ例のね、うん、あゆのお店でクリスマスパーティーしたかったのにかなわず。あぜひ今年は来てください今年もやりますのでねそうですかはい、はい、それではじゃあ仕事面ですね今のは、うん、今のは仕事面ね、うん、じゃあプライベート的な目標とかっていうのもあるんですか。プライベート、うん、ちゃんと、うん、ちゃんと恋がしたいあちゃんとお付き合いしたいと。ちゃんとお付き合いしたいな、この純粋につまみぐらいじゃない、純粋につまみとか何ですか、普通にちょこちょこつまんでるみたいな感じになってるじゃないですかないですからね。ないですよね。ないです、純粋ですからね、清純派ですから、ね、清純派ですからね、はい、うん、一応恋愛マスターではありますけど、ね、清純派なのに恋愛マスターですからね。じゃあ恋してる感じが好きなんですよ。恋、恋愛は好きな、恋愛人から聞くのも好きだし、はいはいはい、恋愛相談乗るのも好きだし、はい、おうおうおう、そうそうそう、割と相談は受ける方ですか。相談は一応、うん、受けますね。なんかさ、うん、分かるわ、うん、相談したくなるもん。なります、うん、俺真っ最中の時はしたいなと思いました、うんうん、あ本当ですか、うんうん、ちょこちょこなんかいろいろ聞いてましたからね。そうそう、プライベート情報をね。ただ、はい、お店まで行けなかったっていうのがね去年はそうそうお店ではそんな喋れないじゃないですか、なんかごちゃ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 してるので。あ、まあ、このプライベートのね、うん、そうなんですか、まあ、ちょっと落ち着いてたりとかしたら喋れるとは思うんですけど、うんうんうん、平日もねだからお客さんいっぱいいるからね、うん、なかなか、うん、いやもう普通にプライベートで行きましょうね、姉さんも連れて。だからよね姉さんも結構すごいので言ったじゃないかなと思うぐらい、あそうなんだそうなんだ、言ってくるので、うんうんうん、ちょっと2人がいると最強だと思いますよ。そうなんですか、うん、ただねもう今そういうのがないので、うん、どうにかね。そうだね、うん、出会いがない。出会いないですね。あ、去年は振り返って、うん、どうでした、その恋愛系とかも。恋愛系、うん、どんな年でしたか。
まあ、恋はしてるんですけど、うんうん、恋はしてるんだけど、うん、まああれですわ、タイミングですよ。おまあこれはあとでタイミングね、恋愛コーナーの方で。そうですね、いろいろ恋は、うん、常にしたいので、うん、恋しないと綺麗にならないじゃないですか。そうですか、うん、女性はそう、あ、まあ、男もだよね、男の人もなんですけど、うん、そうそうそう、その人のほら好みに合わせたりとか、うんうんうん、そういう綺麗になっていく身なりをね、きちんと、きちんとする、うん、やっぱ男性でもですね、うん、この女性とやっぱり遊んだりしてる方が魅力的に見えるというのを何かに載ってました、うんうん、そうそうなんですよ。あれジローラモさんとかでしょジローラモさんとかかっこいいでしょいい、あのちゃんと奥さん大事にしてるけど、うん、まあ、ちゃんとあの女性とも遊ぶって言ったら言い方変ですけど、うん、なんていうんですか、あのモテるじゃないですか。モテる、はい、でもかっこいいさんね、おしゃれさんね、若いよね、うん、若い若くでいられると思うんですよ。なるほど、恋とか、うん、恋はしてるかわからないけど、この、まあ、女性と、まあ、異性の人と遊んだりとかね、うん、やっぱあれですよね、キャラ作ったもの勝ち的なことはありますよね、うん、あ、そうですね、キャラ作ったらいいじゃん。最近思うんですけど、うん、なんかちょっとおねけおねけ、ちょっとなんかこの人ゲーじゃないかなと思う喋り方する男性が増えてます。えなんかリューチェルはまあ違うキャラなんですけどあのほらあの人がいるさ、手が、あ、そう、手がやっちゃったね、リューチェルの、ね、あの、あ、誰でしたっけ、あのあれ芸人で甘いの人の相方、あ、小沢さんとか、うんうんうん、結構なんかこう、はいはいはい、女性系喋るでしょ。それはなんかちょっと作戦らしいんですよ、うん、そしたらなんか女の人が壁を外すらしいんですよ、男の人って、だから喋りやすくなって女子パーティーとかにも呼ばれるようになって。でもさ、うん、それだとあんまり男として見てくれなくないですか。あ、それは言ってた、それは言ってたでもそのフィニッシュまで持ち込まない関係だったら、そのキャラも作るのありじゃないですか。あ、でもフィニッシュまで持ち込みたいよね。たいか、そしたらわからんな。まあまあまあ、そしたらどんなキャラがいいのかね。だからこうジローラモみたいな、あ、ジローラモさん、なんていうんですかね、家庭があるけど、あの人、うん、女性にはガーって声かけるじゃないですか、うん、かけるかける。まあなんかジローラモさんが結婚してるけどいるみたいな感じ、あ、なるじゃないですか。まあまあまあ、モテたいってことですね、つまり。そうですね、うん、基本そ、あ、そうそう、うん、あのですね、うん、いろんなこうやっぱ年末年始いろんな人と飲むじゃないですか、はいはい、でやっぱり行き着くところ、男はそれじゃないとダメよねっていう、うん、分かりますか。それ聞きたい。いや、だからモテたいとか、うんうん、この女性を意識しないと、うんうん、あ、そういうことね。そう、ダメだなっていうこの結論に達したんですよ、うんうん、その方がいい。女性好き好きがまだ見えてる人の方がモテると思う、うん、だからそうじゃないと仕事にもこの、うん、なんていうの、ガツガツ感が出ないよねっていう、うん、出ない出ない。そうそうそう、そうだと思う。どっちも頑張ってる人多いですよね。そう、恋も仕事もね。だからね、仕事できる人って、うん、結局そっちも上手いんだよね。上手いと思う。向上心があるっていうかね。そう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 、上手いっていうか、そう、うん、さすが。お、最近言葉よく選びが上手になってきてますよね。何ですか、僕が言うのもなんですけど。本当ですか。まあお客さんとね、ラジオ始めた最初の頃はもうドゥマンギってたじゃないですか。放送事故でしたからね。本当にね、うん、成長したな。人間って成長するんですね。しますね。恋も成長させたいですね。まあ、本当ですね、うん。まあまあまあ、あれですね、あゆかさんの今年のじゃあ、うん、プライベートの目標は、うん、ちゃんとお付き合いする男性を見つける。そう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 。うん、いうことです、ね。まあ、普通にデートしたい。あは。普通にデートしたい。普通にデートリアルだね今ね。そうだね。普通にデートしたい。まあ、みんなが行くようなところに普通にデートしたい。みんなが例えば映画とか
まあ、映画とかでもそうだし、ライカも普通に歩きたいし、うん、ああ、はい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 、なんかもう普通にみんなが歩いてる感じでお祭りとかね、イベントとかね、イベントとかね、あ、いいっすね、やりたいですね。山内さんはどうなんですかまずまあ仕事はですね、うん、そこでかっこよさが決まりますよ。もうリアルじゃ言うとですねはい、はい、FM ギノワンをですね、はい、やっぱり経営的に安定させる、うん、今年やります。これはあ、やりますか、うん、もう有言実行。そうそう、もうね、ちょっとね、うん、まだちょっとこうフラフラしてるので、はいはいはい、それをもう安定黒字にさせます。お、言いました。今年は、はい、何かあの AM 技能湾にフェラーリが止まってるかもしれないですね来年ぐらいにはね、誰の車みたいな、え、山内さんみたいなね笑われるまあそんな感じですよ。本当にね、うん、ちょっとねここをこうしっかりこう、お、いい目標ですね。そうそう、根付かせて地域に、うん、はいはいはい、そしてこう、うん、黒字か、黒字、はい、黒字でフェラーリフェラーリでもしっかりした目標を立てることはやっぱり大切ですもんね。そう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 。そしたらじゃあプライベートの方も目標を決めましょうよ。まあ今年のプライベート、うん、ですね、僕は、まあ、で言える範囲でね、言える範囲でいいですか、うん、僕はチェリーの卒業ですかね。チェリー、な、何年チェリー3年チェリーを卒業したいということ。今年入ると4年になるんです。やばいですね。やばいでしょ。ちょっとやばいよ。やばいやばい。うん。まあ、逆にそういう場所に行けますか。いや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 、もうそういう場所は逆に何て言うかな、本当のチェリーが行けばいいと思うんですよ。あ、はい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 。じゃなくてね。じゃなくてね。はい。まあさよね、もう大丈夫ですよ。忘れてない。忘れてない大丈夫。どうなんですかね。だから、うん、忘れるもんなのかっていうのすらわからないじゃないですか。ああ、もうそれも楽しいじゃない。あは。うんうんうん。そしてもうそのがもう我慢してなんかお腹空いたのにお腹空いたのに食べれないみたいな、食べれなくて食べた時ってすっごい満足じゃないですか。はい、そんな感じで3年経ってる状態じゃないですか今。はい。絶対それをもう食べれた時には。すごいでしょ。でもすごいだと思いますよ3年って3年すごいね。ありますか、会いたこと。会いたこと、うん、何を聞くんですか。3年いや、まあ彼氏がいない時期ですよね。3年はないでしょ。ないんじゃないかな。ヒルヒルって来てますよ、大塚健二さんからいや、あなたのあれですよ、ごちそうとかない例えがね、うん、まあまあ、私はいつもデザート状態ですよ。どういうことですか。メインではないです。メインではない。何がですか何がデザートなんですか。意味わかんない、意味わかんない。あなたからデザートなんです。ヒルヒルって。あ、はい、いや、自分が言ってからあ、まあまあそんな感じですね、うん、ちょっと卒業したい今年は、うん、お、もうでも早くしましょうね。もう1月ですからね今年って長いよ。あともう11ヶ月空いちゃうと、うん、まあ、5年目に入っちゃうよね。そうなんだよ、丸4年になっちゃうから、うん、4年だからちょっとやばいっすよ。やばいっすよね、うん、これだからちゃんと月を決めましょう。月決めるか、うん、だってさ長いもん。12月までは長いでしょ。11ヶ月。でもそんなさ、うん、タイミングでしょ。ああ、タイミングね、うんうん、確かにそれタイミングでお互いのタイミング月決めて、うん、ガツガツしたらもうダメだと思うんですよ僕、うんうん、でもそれは大切ですよ。ガツガツする6月までに OK6 月までに、okay. ちょっと暖かくなるにつれて、うん、暑いからそんなくっつきたくはないじゃないですか。確かに寒い時に行きましょう。寒い時にそうですね。そう、寒い時ってほら心も寒く感じるさ。はいはいはい。だからちょっと寒いうちに行きましょう。4月とか5月ぐらいまで。わかりました、うん、じゃあもうこれはですね、はい、ここであゆ、大先生に相談していきますので、うん、はい、ぜひ的確なアドバイスを的確かわからないですけどねまあでもちゃんとそれ目標が達成した時には、うん、どうなんですか、言ってくれるんですかラジオでは。当たり前ですよ、もう OK です、卒業しましたと、うん、
卒業しましたとフィニッシュでしたとフィニッシュでしたと何ですか言ってくださいね。言いますね。で皆さん楽しみに町田五十八さん、はい、時にはガツガツも大事かと思います。お確かに町田さんそうですよね。私もそう思うんですよ。ガツガツ行きましょう男は。そうなんですか。うん、あの微妙だよな。微妙微妙。ストーカーかって思われないぐらいのガツガツ。それってさ、うん、こう人によるしなんか怖いよね、うん、ストーカーになるつもりはさらさらないんですけど、そんな豆でもないので、うんうん、ですよね、うん、なんまあその人が感じ方ですけどね、女性のね。でしょ、うん、本当に何腹も全部女性のね、うん、感じ方だから。そうそう感じ方ですからね、うんうん、私全然まあこんなんって言ったらあれですけどね、もう全然大丈夫なんですよ。何腹も何腹も大丈夫もうとか言う、もうやめなさいよって言ってえ酔っ払って触られたりもあるの。酔っ払って、あ、まあ、でも結構年配のお客さんが多いんでので、皆さんやっぱりあの、うん、アルコール含んでるので、うん、男性ですので、うん、もうなんかペロンってペロンとかはペロンってやったら怒るんですよ。触り方がちょっとなんかやらしい感じの触り方だったら、うん、何やってるんですかとか言って怒るんですけど、うんうんうん、けどなんかパチーンとかやられたら、うん、なんかおーとか言いますよおーおーノーとか言ってわかんないけどだから全然大丈夫触り方パチンとかそうなんだ、うん、そうだからいやらしくなかったらいい触り方がね。難しいよね。ペンとかの方がまだいい。パンと、あ、いい息してんのペンみたいな。あは、うん、そういうのが多いんですか。じゃあそういうのが多い。触られるのは触られるの。そうそうそう、 うん、うん、変なのは別にね。変なのはいなかった。変なのはいなかった。ペロンみたいなの。ペロンとはないです。ないんだ、うん、ない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 。へー、うん、ありそうですけどね、うん、そういうオーラを出してるので。あ、一応オーラ出してるっぽいよね。はい、オーラを出してるのでやるなよみたいな感じで出してるのででもさ、もう年配になって酔っ払ったら関係ない人がいるさ、うん、あ、でも、うん、まあ、ちょっと年配のね、うん、方でおじいちゃんとか、うん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 、とかだったらもうボランティアかなと。ああ、許してんだそれは。そうそう許してます、うん、だって心がね満たされればいいかなっていうそう別にこういう恋愛感情ないのではいはいはい、うんうんうん、別に平気です。おじいちゃんたちって普通にね、うん、パーンって感じだから。あ、そうなんだ。うん、可愛い感じですよいいですね。人間でかいですね、うん、でかい。さすがです。逆にも、まあ、同じ年代の人たちがこうしたら怒りますけどね、うん、パチンはじゃあパチンは大丈夫。パチンもちょっと嫌だかな。あ、同じ年代は、うん、あ、そうなんだ。嫌、うん、です。難しいな。難しいね。難しい。山内さんだったら全然いけると思いますよ。じゃあ俺やってみましょう、うん、でもやりそうないタイプじゃないですか、うん、パチンって、うん僕は本当にあの付き合わないとパチンってやらないですから。あできないです。そういう時にね。そうそう、僕は本当にね、うん、あのホステスさんとかのも触れない、うん、ああそうなんですか。意外。パチンもできない。全然意外ですねそれ。意外ですか。やってそうなんだねなんかやってそういや、やらなさそうって言ってからに。じゃあね、なんか、うん、ホステスとか、なんかそういうところ、うん、OK なところではやってそうかな、みたいな。いやいや。じゃあね、そこが OK ではないですけど、まあ。なかなかね、できないんですよね。うん、羨ましいです、できる人。おお、まあ、キャラもあるよね。そうそうそう。本人のね。あのさ、うん、うちで、こう、前の仕事で行った時とかさ、つかつとかめくる人がいたわけ、キャラでね。はあ。うん、うん、羨ましいなと。羨ましい。もう慣れてるんでしょうね。慣れてるね。慣れでしょうね。いいですね慣れましょうまあ押してますけどね、だいぶね。そうですね。結構フリートークのコーナーで結構お話そうですねしたんですけど、まあ、次恋愛コーナーで、はい、もっとちょっと親密にそうですね話をもう今で話したから何が出るんだっていう感じなんですけど曲の方を行きたいと思います、はい、お願いします。はい、ブルーノマーズでカウントオンミー、どうぞ。あ、この曲か。
はい、この曲です。久しぶりだったら喉が乾く。飲まないですよね、山ちゃん。水飲んでるの見たことない。嘘、俺結構あれですか、乾かないですか、喋ってる時飲めてるのかな。なんだろうね、違う、怖いよ、最後はさ。俺はもう全然触らないっすよ、ほんとに。お尻ペチンもできない。今度じゃあああいう風にやってから、うん、セブンブリッジがなくなったら俺の触り方がダメだったってこと。来なくなったら。そう、山内さん意外にしかも来てますね。そうですね。タイミング、タイミングな、はい、リクエストも来てたよ。あ、曲ですか？うん、お、タイミングの曲ね。あ、本当ですか？うん、すごい。あるかな、あるかな。さっき誰かとも話してさ、タイミングってすごい大事だよ。本当。じゃあどっかで書きよっか。うん、どこで書けます。もう最初タイミング、最初でやります。このタイトルコールのあって今日のテーマはタイミングで、タイミング流しながら喋ります。ちょっと、ああそうする、そうします、うん、バックで、うん、で途中で喋る。はい、沖縄に行った時に飲みに行きたいです。ぜひ飲みに来てください。本当に俺結局だってね、まゆかちゃんのお店あれでしか行ってないから、ね、そう、あれ忘年会でした。忘年会そうだ、忘年会でしか行ってない。ビアホールの忘年会の後でしたもんね。 その後も行くっていう話はあったんだけど、なんかタイミングがね、タイミングがね合わない。じゃあまた後紹介。はい、お届けした曲はブルーノマーズでカウントオンミーでした。平日にさ行きたいなと思ってて、うん、今度もし行けたら電話して行くか、うん、来てくださいぜひ。あ、そうなんだよ山内さん、私番号変わったので後でおっしゃいますね。はい、平日に飲むことが多いから、うんうんうん、平日に行く。そう、いつ誘ったらいいか分かんないですよ。水曜日休み、水曜日が休み、水木休み、そう、か、あ、月か金土、月曜日はさ、ボヤで飲むことが多い。ああ、そういうことか。そっかそっか。え、土曜日はまたあれありますよ、飲み会。あ、姉さんなんかの行く、行く、来れるんだったら、うんうん、うん、来てください。今週は厳しいんじゃないかな。今週は厳しい。ちょっとこれ明けだから。ああ、そっかそっか。嫁が恐ろしい。うん。アララガマイガーさん。アララガマサイガーさん。あゆさんの店一回行ったことある。小さんのリスラジの打ち上げで行った。あ、そうですね。来ていただきました。ありがとうございました。みんな歌歌って盛り上がってました。お店合わせです。合わせ三里工業通りです。ホステスは触らないともったいない、お金払ってるからねと言いつつ俺も触れない。寒いねえ、ホステスって触ったらダメでしょ。うん、ダメですよ、ホステスは触ったらそういう触るところはいいんだよね。おさわりパブ的なね。それはでももうちょい触ってもいいんじゃない？
あー、触っていいんだ。ペトじゃなくてね。そうそうそう。ペロペトみたいな、もう。いきます。はい、さあ始まりました。偏見年齢30歳の私たちがちょっぴりアダルティーに男女の恋愛観について毎週テーマを決めてラブを語るコーナーです。今日のテーマはタイミングということで、お客リスナーさんからのリクエストタイミングをリクエストいただいたので流しながらコーナー進めていきたいと思います。なんかね、変ななんか出なかった今声が。今エコーかけをしたら変な効果が。怖いよ。ほら。あ、本当だ、復習されてない？変なエコー。うん。なんだこれ、やだ怖い。直した。直してきます。直してきます。うん、今も？あ、今大丈夫だね。今大丈夫。エモやん。でなんかサンフランシスコと沖縄みたいな中継になってるじゃないですか。そうですね。まあまあ今日のテーマはタイミングということで。タイミング。はい。大事ですね、タイミング。うん。まあ恋愛についてなので、これは恋愛についてのタイミング。そうそう。ということなんですけど。なぜこのテーマに？なぜこのタイミングで、このタイミングのテーマにしようと思ったのか。そう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 。そうなんですよ。タイミングが合わないことがやっぱりあったんですか？そう。ね、やこのやっぱり振ったりとか振られるとか、この関係が終わるとか、はいはいはい、次の恋愛とか、うん、で全部タイミングだと思うんですよ、はいはいはい、そうだからそのタイミングってわからないよね、うん、みたいな。どうなんですかね、自分で決めるのか、うん、まあ、周りの意見も決めるのかとかね。あの僕の最近信じてる理論がありまして、うん、はい、はいはいはい、トントン理論ってあるんですよ。トントン理論、はい、なんだそれ気になる。まあ簡単なんですけど、はい、うまくいくときはトントンでいくんですよ、はい、トントンでいく、はい、はいはい、っていうとあのはいはいはいみたいな、じゃもうポンポンポンって、うん、はあ、そういうことね。そう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 、あそういうことね、はい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 、トントン拍子にいくってことね。そう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 、あだから、うん、このその時ってタイミング多分バッチリじゃないですか、うんうんうん、トントン理論、うん、だからトントン理論です、うん、どうですか今までのあれで。それいいかもしれない、トントン理論。まあまあ恋愛とは別なんですけど、うん、このまあ仕事とか失敗とか何かあるとどんどん落ちる時落ちるじゃないですか、うん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 、失敗する時って何か何回も失敗するっていうか、うんうんうん、まあ、それからまた上がるだけだとは思うんですけど、うん、恋愛もそうなんですかね。落ちるところまで落ちたりってするじゃないですか、はいはいはい、振られたりとか、ね、お別れだったりとか、うん、だけどまあ新しい出会いだったりこの、うん、なんかいい人ができたりとかするとトントン拍子にことが進むみたいな、仕事もプライベートもうまくいっちゃうみたいな、そうそういう感じなんですかね。どうですか今まで、うん、その例えば出会っていいなって思って、はいはいはい、うまくいくじゃないですか、うんうんうん、お付き合いできると、はい、それって、うん、だいたいこう出会ってからトントン拍子で行きませんか。トントン拍子で行きますね。行かないこともあった。行かないこと、あでも、うん、この付き合うまではトントン拍子に行くんですよ、うんうんうん、だけど付き合った途端になんていうんですかね、まあ駆け引き難しいじゃないですか、男女の駆け引きね。難しいね。それにどっぷりハマっちゃうと、はいはいはい、あのいろんな考え事したりとかすると、はいはいはい、ああもう大変だなってなるんですよね、恋愛ってね、はいはい、めんどくさいなってなるの。そう、うん、楽しくしたいのに、うん、みたいな、して振っちゃう、また振っちゃわない。振っちゃわないですよ。振っちゃわないですか、うん、そうですか。だからもうでも、うん、お付き合いしてみないとわからないさ。そう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 、ありますよね本当に、うん、でずるずる付き合ってるか付き合ってないか、うん、わからないみたいな感じ、私嫌なんですよ。はい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 。だからあ付き合ってるっていう前提でこう一緒にいるじゃないですか、うんうん、その中でそういう形を取るんですけど、あ違うなって思う時あるじゃないですか。はいはいはい、はい、あこの人違うとか、女性はね、うんうんうん、特に、うんうん、その時のまあ次に移るタイミングですよ。それは早いんじゃない、女性は。早いと思いますね。めっちゃかっちゃ早いよね、うん、めちゃくちゃ早いと思います。なんすかね。
まあ、この見切りつけた時のこの速さ、うん、だから自分で分かってるんですよね、きっと。ほら女性の方がこの結構細かいっていうか、うんうんうん、あのいろいろ考えたりするでしょ、うん、いろいだから、うん、ここでちゃんと切らないとまだズルズルするって分かっちゃうんですよ、うんうんうん、あ、はいはいはい、だから、うん、もう自分の中でビシッと決めて、なるほど、次に行くみたいな、はいはいはい、なった時には早いと思います、うん、へー、もう全部ノックアウトみたいな。本当よ、ね、シャットアウト、あ、シャットアウトやっと出たね、やっと出たね。ノックアウトって何ね、これプロレス、ノックアウト一発かまして別れるみたいになっちゃったね、今ね。そうだね。うん、じゃなくて、うん、シャットアウトね。シャットアウトしますね。もう違うってなる。うん、違うってなった時はもう、うん、うん、全然大丈夫。大丈夫。もう全然引きずらない。すごいやな。うん。どうなんですか。いや、引きずりますよ、いやいやで。引きずる。自分から振ったとしても。引きずるかもね。あ、長く付き合ってた人がいて、うん、その人とお別れしたのは自分からなんですけど、うん、その時は、うん、なんていうか、もう情があったんで辛かったっすよね。あ、確かにね、うん、いるのがまあ当たり前っていうか。ただその新しいのがいったから、うわ、そこ、あ、重なっちゃったんだね。そう、そのこのいるとしたら、まあ、重なってる時に、はいはいはい、月に移るタイミングですよ、うん、タイミング。僕は新しい方にバレたので、うん、その人にこう押されました。私の方がじゃなくて、うん、私とそのまま付き合いたいんだったら別れとこいって、うんうん、ああ、そういうところありますよね、女性ね。はい、はっきりさせろと。そうそうそう、うん、でラジャーっつって、うん、行きました。行った。はい。そういうところありますよね。ありますね。ね、男はなかなかね、男の人ね、切れない、言わしてみたいな。私も昔あるんですよ、はいはいはい、まあ、山内さん逆バージョンね、はいはい、行った方、はい、まあ私好きなんだけど、うん、まあ今付き合ってる彼女よりはね、どっちか選んで、うん、って決めた時に、うん、まあ今この状態、私といる状況じゃないですか、うんうんうん、いる状況だったら、まあなんでじゃあここにいるのみたいな。でその時電話かかってきたんですよ、向こうから、うん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 、今この場で行ってって言ったんですよ。出た、言うよね。女は、この場でもうできないです、好きな人ができました、はい、これでイーサーも終わってって言って電話させたっていう。すごいよな。姫は怖いな。いや、だったらなんで私と今こっちにいるのってなるじゃないですか。うん、なんかさ、うん、ヌガーラさんでしょ、ヌガーラさんうんうんうん、ヌガーラさんっていうか、うん、言い訳聞きます？言い訳、男の聞かないね。だって言い訳しょうもないのに言えなかったとかでしょ。まあね、うん、一応ほら準備があるって思うさ、こっちは。だから、うん、準備とかいらないしと思うんですよ、私から。もう自分の気持ちそのまま。はい、もうはいはいはいって。町尾さん来てますよ、うん、男はいい存在であり続けたい人が多い。あー、もういい感じで別れるみたいな。そうそう、カッコつきたいんですよね。もういや、変なプライドですよね、もう。本当ね。女性は本当にバカーンって生かすよね、本当に。そうそう、バカーンと。怖いよな。いや、久しぶりにこの感じ見たわ。あ、見ました。怖っ。なんで。そうですよ、なんかリアルなこの、うん、あなたの怖さが伝わってきやったな。でもそうなったら本当にちゃんと実際ね。でもね、別れ切れるぐらいだから、そうそう、はっきりできるからね、早くやれよっていう話だったんですよ、本当に。何でズルズルしてるのみたいな。まあね、うん、だったらやっとやって、でそれをなんで私がやってあげたのみたいな。確かやってくれない、そっちでって思うんですよね。いいですね、面白いですね。はいはいはい、タイミング理論も結構ね、うん、最近よく話するんですよ。やっぱりとっても大事だよねと、うん、タイミング、うん、大事ですね。うまくいきかけて、うん、ダメなパターンって、うん、
ありますよね。ありますね。それはタイミングが悪かったというのが多い気もする、うん、そうそうだと思いますよ。その人の生活環境とか、うん、まあ、心境のタイミング、それをまた1ヶ月後違うかもしれないじゃないですか。これ女性は違いますよね、うん、違いますね。なんですかね、うん、だって山内さんのこの1ヶ月の前の今の心境と私の今1ヶ月前の心境って今立ってる時って今違うんですよ。違いますね、うん、だからその時だから私1回振られても行けって言うんですよ、うん、男性に。あ、はい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 、なんか何回も何回も振られてもアタックした方がいいよっていうふうに言うんですけど、うん、はいはいはい、そうあれが違うから、感情が、感情も違うし心境だったり、うん、うんうん、タイミングですよやっぱり。タイミングの測るのはじゃあ難しいから何回も行けってことね、うん、そう読めないじゃないですかやっぱりね。読めないね、うん、どうなの最近どうなのっていうのもね、気持ち悪いしね、そっか。大塚健二さん、はいはい、どうぞどうぞ。タイミングはわからないですよね、うん、だからいつ来てもいいように言い続けました。ほらやっぱりさすが。ほら妻と結婚してもらい29年、当時は嫌いなタイプと言われてましたが、うん、付き合った人もいたと思います。でも私が幸せになると思ってましたね。結婚しなかったらホームレスになってたかもしれない。極端だね、すごいね。ほら私言った通りじゃないですか。言った通りですね、うん、やっぱり、うん、おせおせですよ男性は。 顔じゃないし、okay. 性格、あ、性格、もちろん性格、うん、でもおせおせ、うん、おせおせで言って、そう、でも最初嫌いなタイプからの方が恋愛発展するっていうのを聞いたことあります。だからね、この人苦手だなから、だって悪い印象から行くから、ね、跳ねやすいよね。跳ねやすいですよね、うん、もういい印象から行ったらあと下がるだけですからね。はい、はい、最近ですね、はいはい、あったのが、うん、とってもいい印象を持ってくれた方がいて、はい、うん、和山さんに対して、はいはいはい、はい、で、うん、いい感じになるじゃないですか。最近じゃないね、昔だね、昔、はいはい、いい感じになったんですよ、はい、で、うん、結局でも、うん、なんかねやっぱちょっと違うみたいな感じで言われて、うん、こうダメになったこともありますね。あ、やっぱり違うなと。違うなもう早いですからね。止まらせてからさ、はあ、止まったくせによ、一緒止まったくせだからその、まあ、ホテル行くのも、うん、ホテルで行って寝るだけの時もあるじゃないですか、うんうんうん、まあ、まあ、そのいいことしちゃう時もあるんですけど、はいはいはい、そのもタイミングだと思いますよ。タイミングですね。だって行ってる時点で、うん、多分もう OK だってると思うんですけど、うん、まあね、その時の女性のタイミング、まあ、男性もあるし ね、飲んでたらね、そう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 、男性もあるしね、飲んだったらだしねだからそれで、うん、そのまあ一応は手前までは行くじゃないですか、うんうんうん、イチャイチャはするさ、はい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 、そしたら、うん、結局ちょっと時間経ったらもうダメとかさ、うん、そういうのがあるわけ。でもそれで終わったの？うん、もうだからその時はもうダメだなと思って次誘わなかったっていうかね、次その時会った時が、うん、とっても面白くなかったわけ、うん、楽しくなって思っちゃって、あーはーはーはー、だったらもうなんかいいやっつって、うん、さ最近じゃないなその時はそういう心境だったんですよ、うん、なんかすぐ次々みたいな、はい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 、乗り換え、うん、乗り換えではないけど、もうダメなものはダメっていう、うん、じゃあそれが通じたんじゃないの相手にも。何を？あんま楽しくなさそうのからのなんていうの、行ったホテルでしょ。あ、じゃない、次の日また 別って、あ、別でってことね。別で、あはははは、だからさ、なかなかそれもだからきっとちょっと違うタイミングだったのかななんつって思ったりしました、ね、もう丸見えだったんじゃないですかチェリーボーイから抜け出そうとしてるのが丸見えだったんじゃないですかあ、じゃあ前の話でこれ。前の話。なんで最近？そうなんだ。最近じゃないわ。じゃあ、うん、まとめますと、もうエンディングなんでね、うん、早いね。うん、タイミング。タイミング。これは、
うん、マスター的にちょっとまとめきれます、うん、振るねタイミング、うん、なんどうすればいいのタイミングって。それ私も悩むんですけど、うん、まあ周りの人の意見大事大事。そうなの大事じゃない。もうこんなした方がいいよもう、はいってなった時に、うん、じゃあ意見聞いてみて行動に移してみる。うん、なるほど、うん、とにかく行動が大事。行動が大事、行動が大事ということでいいでしょうか。はいはい、ラチョ58さん、はい、僕も過去にあゆと同じことを言われて公衆電話から電話したことがある、うん、今考えると歯切れ悪い自分がいたなということで。ほらやっぱりね、そういう女性のほらこれが必要なんですよ男性は。そうですね、うん、あの支えが必要なのでちゃんと踏ん切りもつけましょう。そうそう、タイミングは人から与えられるというのもいいですね、うん、いい手ですね、うん、それもねいい手いい手、うん、それをいっぱいもらいましょういいと思いますじゃあタイミング私決めたかった山内さんは5月までに OK チェリーボーイ卒業ということで、じゃあすいませんがマスター相談に乗ってください、いろいろ。はい、かしこまりました、はい、じゃあ1時間生放送でお届けしましたねしましたよしましたねしましたよしましたよ、はい、また来週もそうですね、来ますか、はい、来ますよ、来てください、はい、姉さんも喋ったらやめてないですので皆さん来週もお楽しみに、はい、してください。ぜひぜひ、はい、お相手はあゆと山内でした。ありがとうございました。バイバーイ、さよなら、さよならっきょ。セブンブリッジ、この番組は宜野湾市普天間ヒルズ通りにあるセレクトショップセブンブリッジ、北谷町美浜スポーツストレッチングスペシャリティ 3S 沖縄店、総合建設業株式会社上進組の提供でお送りいたしました。 3S はもうね、うん、ね、まだやってないですよね CM ね、面白かったね、やっぱああいうのは楽しかったです。皆さんありがとう、ツイキャスインストリーム皆さん、次回もよろしくって。山下さん、お疲れ様。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。